これでよかったじゃない？これは大変ですね。ウィリアム先輩、珍しいですね。どうして図書館で勉強なさっているんでしょうか？宿題は難しくて、図書館に勉強しに来たんです。こちらは？そうですね、ご紹介しよう。この人は私の後輩ジェフさん。こちらはアレックスさん、私の同級生です。はじめまして。よろしくお願いします。ところで、先輩は何か困っているんでしょうか？私でよければお手伝いしましょうか？そうですね。ジェンさんは留学生ですね。じゃあ、その意味はあまりしないことのはずです。本当ですか？はい、昔先生から習った時におっしゃいました。いえ、私こそよくリリアン先輩の本を貸してくださいますから、このぐらい大したことじゃないです。本当にありがとう。すみません、私も自分の勉強が余りますので、これで失礼します。さよなら。